隊、警視庁航空隊による総勢17機の編隊です。まず最初に会場に進入してまいりますのは観測ヘリコプター OA-6 です。 OA-6 は主に人員輸送、警察および観測任務を実施しています。本日の第2編隊を構成しますのは高度方面ヘリコプター隊長高原俊也伊藤理沙です。